皆さんこんにちは。こんにちは。令和4年9月21日水曜日、真相はこうだ、桜田よりの時間です。お送りするのは、はい、水島です。今日もよろしくお願いします。今日も久しぶりにちょっとネクタイを締めたら苦しいよって少しあるんだけどね。ピシッとね、はい、ということで今日もよろしくお願いします。一緒にやってもらうのが、はい、水野久美です。本日もよろしくお願いいたします。はい、爽やか水野ということはもう全然今日も変わりません。ところでこの横にある彼女を彩っております、イエローを中心としたね、はい、こういう花ですね。 いいでしょう。いいですよね。これはね、北海道国盛州のね、はい、新徳国盛の北海道代表の澤田一さんの奥様が、はい、東京に来ていただいて、スタジオに来ていただいてね、はい、こういう花を飾ってくれました。なんかセンスいいよね、やっぱりね。とっても素敵ですよ ね。もう一回こっちの、ほら、ね、ね、ちょっとこうコスモスまたこのね、あれもこれがのまた、はい、お月見みたいな感じ、はい、これね、ちょっとそっちの方でも撮ってくれる、そっちのアングルでまたね、こういう花ってのはすごく面白い。ほら、こういう見方で角度ちゃっちゃっとちょっとスイッチングやってくれますか。ほら、こういう感覚とこういう感覚とね、それと、もう一つね、ちょっとじゃあこっちの方でちょっと寄ってみてくれる、もう少し寄った絵をね、作ってくれる、はいね、こうほら、もうちょっと上を切ってる感じ、ちょっと下入れて、下をちょっと入れて、もうちょっと入れて、うん、こういう感覚のね、もうこうすると花にも花顔を近づけてる感じになるじゃないですか。そうですね、ちょっとクンクンって匂い嗅いでるような感じがします、ね、そうだからね、本当にこういろんな意味で花というもの自体が持ってる、これまあ命がいろいろ、ね、集まってこうやってるんだけど、ね、これがもう秋風に揺れ始めたりね、もうこの間もちょっとコスモスの話しましたけどね、もう高原地帯ではコスモスがね、わーっと咲いてね、風に揺れてるんですよ、秋風にね。秋の桜とか、だから、我々はすごく興味持つのはやっぱり季節の終わりと始まりのね、いつの間にかこんな暑いのに、ね、いつもね、次の番組でねやってもらってますけど、水野さんの20なんだっか72個、はい、ね、あれ題名はとても言えない本ですけど、長くてね、ただそういう意味でのね、一番いいのは、夏場とかね、冬場のなんとかとか言うじゃないですか、でもね、秋場とか春場はないんですよ。ということは中間的な季節でね、移り変わりが一番こう何かね、時間の経過、季節の移り変わり、場じゃない、まあ、本当にその一瞬のね、この間をね、我々は味わうことのできる国に生まれてるわけですね。まあ、そういう意味ではね、とても素晴らしい、美しい花を、澤田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それと美しいというまた別の意味で美しいものもあるわけです。はい、はい、これですね、こちらですね、はい、はい、北海道の寅さんこと岩渕さんからいただきました、はい、じゃがいもなんですよね。これもまたね、皆さん、これほら、ね、大きなじゃがいも、大きいですよ、これ、これこの中では小さい方ですけどね、今ね、はい、はい、こういう寅さんというのは、まあ、私の弟分みたいな、義兄弟の弟みたいなもんでね、もう残念さから創立以来ずっとお付き合いさせていただいてね、はい、支えてもらってますけど、こういうね、ね、こういう人ですよ、本当にね、心があって、情があって、国を思いね、家族を思い、こうありたいというのが日本人なんですよね、この人はね、本当にいい弟分が顔はおっかないことしてるけどね、はい、私と同じででもね、本当にじゃがいも、ね、いいですね、美味しそうですね、もう見るからに美味しいですよ、これは、はい、というね、まさにこの花とね、茶色のどっちも素敵な、ね、あれでいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ジャガイモ好きですか。大好きです ね。もうホクホク、もうつい最近もカレー作ったんですけど、いっぱい入れましたし ね、あれね、ジャガイモって本当にそういう意味では味噌汁に入れてもね、ちょっとこう味噌汁にも合うんですよね、合うんですよ、うん、あれ嫌う人もいますけどね、でも、私は意外とね、
だから味噌汁は本当に大根でしょう、はい、玉ねぎでしょう、ね、まあもちろん あとね最近やらない人多いって言うけど油揚げですね。油揚げ、あ、やりますよ、ね、あ、やりますか、はい、というものを作るのもね、うん、皆さんこのその種類だけでもすごいじゃないですか、うん、あと豆腐合わせて豆腐入れてね、うんうん、まあというね、秋は本当に美味しくなるね、牡蠣も美味しくなるしね、食欲の秋ですね、うん、はい、というこのじゃがいもの、ね、カレーとかね、いろんなシチューとか、はい、うん、はい、バターと塩だけでも美味しい、あ、そう、うん、そうなんだよ、はい、これ洗ってね、はい、で、あれ一番分かりやすいのはチーンってやってもね、はい、あれでも結構いいとこいけるっていうね、そうですね、いいとこいけますね、はい、はい、生実家のあのね、あの不健康なスナック菓子っちゃスナック菓子って怒られるけどね、うん、こういうね素朴なバターと塩とかね、うん、醤油バターもまた美味しいんですよ。あ、美味しいですね。私は意外とね、たらこと明太子とかいうのつけるのあんまり好きじゃないんだけど、でもね塩とね、はい、醤油とバターがいいですね。はい、こういう、ね、私は意外とこうちょっと番組をこうやってみたいというかね、はい、一個一個の備えでね、でも地上波やってますからね、腐るほどね、食べ物番組ね、はい、はい、まあ、ということで、予備さんありがとうございました。ありがとうございました。サブさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、この番組はチャンネル桜2000人委員会総 TV をご覧の皆さん、そして広告主の皆さん、友の会の皆さんのご支援で放送させていただいております。先ほどちょっとスタッフから言われましたけど、新日本文化チャンネル、はい、新たに開設しました新日本文化チャンネル、これについては、10万人を超えた登録者数がね、ありがとうございます。ますます、登録者数を増やして、ね、皆さんに見ていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。それから北海道もチャンネル桜北海道も頑張っておりますので、ご支援と登録、そして沖縄の雇用者もね、はい、頑張ってます。その他いろいろ国盛り系のねチャンネルも、いろいろなところでね、あそこだ、兵庫とかね、はい、和歌山とかいろんなところでもね、京都とかね、うん、いろんなところで作って頑張ってますんで、これも、ぜひ皆さん応援してやってください。はい、はい、ということでお知らせいきましょうか。はい、お知らせ2つございます。まずは9月24日日中国交正常化失敗だった、中国の尖閣と日本侵略阻止、日本を売る、新中美中政治家一層緊急国民行進のお知らせです。9月24日土曜日、東京都新宿区です。時間は12時、新宿駅東口駅前広場集合、そして1時に、13時にデモ行進出発です。そして14時30分に新宿区役所前で解散、そして15時、街頭演説新宿駅西口で17時頃までを予定しております。プラカードは持参か、ただし民族差別的なものは禁止です。国旗以外の旗類拡声器のお持ち込みはご遠慮ください。主催お問い合わせは 国盛州全国評議会、頑張れ日本全国行動委員会です。はい、ということで皆さんぜひ、お集まりいただきたいと思います。こういう中で今、討論なんかご覧になった方分かると思いますけど、11月12月にですね、尖閣諸島にね、はい、こういう中国、民間の船で間接、直接的な武力侵攻じゃなくて200隻で尖閣諸島を覆い尽くす、はい、そして我々船や漁船やね、日本の海洋開放が手が出せないようにしていく、そのうちにちょいちょい上陸したりなんかする、海警も上陸する、でも海保は手が出ない、自衛隊も手が出ない、出ないっていうよりも政府がそういう姿勢です。でアメリカ軍もちろん出ません。でそういう中で、中国は一旦アメリカからの警告とかあれで引き上げたりします。でも実効支配はもう尖閣は奪われる形になる。これは挙げて、安倍政権からですけれども、腰の抜けた口でね、公務員の常駐、あるいは、東大の整備、港湾施設の建設やりゃいいんですよ。いくら中国が文句言おうがね、やればよかったんです、ね、もう10年我々は32回ですか、尖閣諸島、来週の
ちょっと波の具合で日曜日と月曜日行く予定だったのが、火曜日か水曜日ぐらいにねちょっとなりそうで、私もなんとか行きたいと思ってるんですけどね、まあレギュラー番組もあったりねいろいろありますけども、というようなことで、まあ最後のあれになるかもわからない、常に私たちはいつも最後の漁業になるかもわからないと、この腰の抜けた政治家、そして金儲けばっかり走ってる財界のね、こういう形で我々の先人たちが本当一汗と涙で鰹節工場を作ったり、一時は200人ぐらいいたあの尖閣諸島がね結局奪われることになってしまうということを私たちははっきり自らの顔や目でね、体や目でこれを確認 していこうと、だからいつも最後の漁業活動っていうね、そんなつもりで、そういうつもりないですけどね、まあ、やっております。石垣の漁師さんたちの勇気、常にもう接続区域にフリゲートがあるんですよ、あれ、ああいう海警のね船がたむろしている中でもそこでも漁に行ってくれるっていう、八重山のウミンチュって言いますけどね、漁師のこと、八重山ウミンチュの心意気をまさに日本人じゃないですか、うん、それもね自分たちが生活の場だったって、先祖たちがやってきたことを堂々と粛々と繰り返す、ね、こういうような形でやってる漁師さんたちに本当に敬意と感謝申し上げたいと思うわけであります。ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。私もできるだけとにかく現地へね、はい、行きたいと思います。はい、というようなことで、ぜひ皆さんお集まりいただければと思います。はい、その中国に対してもきちっと声を上げていく原則として、いろいろ岸田内閣ね今支持率下がってねあれですけども、中国に対してのことはもう何とでも我々きちっとやらなきゃいけない、岸田内閣にまずガツンとやってるのがこのデモ行進です。この間大阪でもやりました。ありがとうございました関西の皆さんね、今回は関東です、関東みんな頑張りましょう。はい、ということでやります。お願いいたします。はい、そしてもう一つお知らせです。9月23日国盛州全国評議会国民集会のお知らせです。9月23日金曜日祝日です。こちらは国盛州会員様限定の集会になります。時間は13時30分会場、14時から16時30分までを予定しております。場所は文教区民センター3階 3A 会議室で行います。交通はこちらご覧の通りとなっております。国盛州会員限定の集会になります。ご参加の際には必ずマスクの着用をお願いいたします。また発熱等体調不良の方はご来場をお控えください。主催お問い合わせ先は国盛州全国評議会です。よろしくお願いいたします。はい、この、ね、マスクとあれはねこの会場なんですよ。はい、会場貸してくれるところはそれやらないとダメって、ね、いうことでありまして、まあ、政府も言ってるようにオープンな、ね、屋外とかねこういうところは別にいいんですよ、やらなくてもね。でもほとんどやってますね。あとねブタクサでね結構ね花粉症のね、はい、そっちでやる方も多いということなんですけど、はい、まあ、これはまあ、参議院の一つの総括もありますけども18万9700ですか、我々が新党食い向いて取ったね、はい、あれが、まあ、いろんな意味で全国区は7万7000ぐらいしか取れなかったっ、ね、まあ、こういうようなことも含めて反省も含めて我々は総務国旗の原点日本国民としてもう政治家や、ね、こういったプロとかそういう人たちが今全然ダメですから、生活家族や家庭あるいは仕事あるいはそういうものを抱えながらでも我々が立ち上がるもうそれしかないと思います。ちょっと後でも言いますけどね、国民はバカだからね、しょうがないんだ、だから優しい言葉とかいろんな形でねみんなに伝えていかなきゃいけない、それはその通りだと思います。でもおもねることと本当のことをちゃんと伝えることは違う、だからやり方は一生懸命考えて伝わるようにね、一番伝わるのは本当は行動であり実は心ですね。はい、理屈で説得しようとしてもはっきり言うと臆病者は常に理由をつけて逃げます。これはどんな今ここで立ち上げやらなきゃいけないって言ったってね
立てない人は立てないです。これそれを無理に言ってもしょうがない。でそういう中でそういう人たちができるのがある意味で言うと、まあ、一票というかね、投票ということになります。でも我々は羊のような、ね、国民でいいのかと、冗談じゃないと我々は2600年以上、ね、日本の独立をねしっかり外国人の軍隊なんか入れないで日本国をやってきた。で今日ねちょっと面白いのは、まあ後でちょっと言うつもりで一言だけ言っとくとこれ読売新聞ですね、9月21日ね、読売新聞、日本周辺対立の最前線、まあ、これ特集記事なんですけども、ここのところちょっとここちょっと読んでみてくださいか、はい、ここ、はい、日本は明治維新、日本は明治維新から77年間富国強兵に、邁進したが、結末は国力差を無視した太平洋戦争での敗戦だった。重い教訓だ、戦後はその反動で軍事をタブー視し議論さえ非する空調が広がった、はい、ということですね。皆さんこれすごい、これ読売新聞の一面トップの記事ですよ。明治維新から77年間富国強兵に邁進した、これ間違ってたでしょうか。間違ってないですよこれ。そして結末は国力差を無視した太平洋戦争の敗戦となったと。富国強兵をやったからね、太平洋戦争で負け、太平洋戦争ってね大東亜戦争ですけども、こういうもので負けたというね、全然関係ない話をしている、この論理ですよ。これが戦後の読売新聞、敗戦離読者が作った新聞、まあこれ全部そうですよ、朝日新聞から産経新聞までね。そういう意味で言えばね、今問題になっている統一教会のね、世界日報ですらそういう中に入ってますね。まあ、全てプロパガンダですけど、この中に読売新聞の姿勢が出てるんですよ。富国強兵やったのがまるで間違ってたみたいな、今必要なのは実は富国強兵だと私は思ってましてね、大東亜戦争で、ね、日米戦争が起きた時、これはどういうことかっていうのは細かくいろいろ理由があって、まあ、起こさせられたと石油は止められね、いろんな意味でがんじがらめにされた、だからこそ立ち上がったと。行くも地獄、退くも地獄だったら前進もうと、こういう形でやったってことはもう歴史的に事実なんだけど、相変わらずこういうね読売新聞の論説っていうのはこういうことですね。関係ないことをくっつけてね、負けたことのが富国強兵やったから負けたんだって、だから最初からやらない方がいいっていうね、こういうことですよ。これが一応保守と言われるような、まあ、保守なんて思ってないですけどね、これ敗戦離局者の新聞ですこれは、というね、ことを思いますね、はい。まあこういうことなんでね、我々は独自で日本国民がねアホだからとかじゃないんですよ。アホなのは政治家や財界です。庶民は家族を養ったりね、仕事を真面目にやったり自分の子供を育てたりとかね、こういうことをやりながら一生懸命現実の世界と葛藤してます。そういう人たちこそが本当に日本の守りに立ち上がることが私はできると思います。だから草木期っていうのはアホな人が目覚めて、これ最悪の思想です。いわゆる外部注入論っていうのがね、マルクス主義の、ロシアマルクス主義なんかあって、外部から知識を入れて立派な革命的な左翼にしていく、勉強すればみんな目覚めるって、そんなことはないんですよ、ね、草木期というのは何かって言ったら、理屈を言ったって逃げるやつは逃げるんですよ、ね、そうじゃなくて子供のためだったら命を張るという、本気になって子供の命や未来を守る、日本を守る、そういうね、人間はもう別にね理屈を教えなくても、ね、優しい言葉、分かりやすい言葉で教えなくても、本当に自分の子供や家族が危なくなったら立ち上がりますよ、命かけても戦いますよ。そういうところにね行かない前にそのことを警告してね、冷静な時間でもこういう国防安全保障のねことをちゃんと考えなきゃいけないと我々はやってきました。こういう人たちとの実は戦いだったんです。すり替えるね、富国強兵やったから、
そして敗戦をやる戦争に入ってしまったって、まあ、これ完全に自虐史観ですね、読売新聞、まあ、これは基本的には産経も変わらないし、日経も朝日も読売も全部一緒くた、同じ穴のムジナです。これあの悪口とかそうじゃなくてね、現実をちゃんと踏まえなきゃいけないってことです。今日のテーマをちょっと教えてくれますか。はいはい、本日のテーマはこちらです。本物保守を見分ける。はい、あのね、今言ったようにね、あのこういうことですよ。これでも読売新聞は保守と思われてるんですね。はい、あの一番大事なことは、あのインチキなエセ論理とかね、あのこれは GHQ がやってるあの、まあ、日本のね、あの戦争は間違ってた、お前たちはね子供のような民族だから武器持たせると何始めるか分かんないと、そういうことですよ。今核兵器持たせたらね、インドもパキスタンもイスラエルもロシアも中国も北朝鮮もアメリカもみんな持ってるわけですよ。でも我々はそれより劣等民族かってことですね。我々に核を持たせたら暴走するのかと、あるいは軍備を強化したら暴走するのかと、一番あの歴史の中ではっきり見れば我々の国の軍隊とかいうのが一番平和的で、ね、礼儀正しい道義に満ちたあの軍隊だった。でこういう事実は全然伝えられない。一つ一つちゃんとね、まあ、やっていかなきゃいけないとき、あの武器を持たせたら暴走するというね、核兵器を持ったら暴走するじゃなくて、我々の国が核兵器を持てば、あるいは軍事力を強化できれば一番平和を作る、紛争をなくすね、そういう一番トップに立てますよ。我々が核兵器持てばもうみんなやめようよということもできるんです。何にも持たないでね、やめてください、ね、核は反対です、みんなが悲惨になりますって、ね、そういうやつに落とされるんですよ。怖がってるなってことでね、今の中国やロシア、北朝鮮、韓国、もっと言えば台湾まで日本舐め切ってますよ。本当に腰抜け あの男しかいない国っていうね、 あえて言いますよ、これ男女とかなんか言いますけどね、あのまあちょっと核武装はね、少しもっと慎重に考えないといけないんじゃないかって、いや広島長崎で落とされてるからとか言う人多いんですよ ね、まあ、あのね 多いでしょう、はい、うん、そうですね、いかにも自分は重要な、ね、武器って言ったらね、核兵器だろうと自動小銃だろうとピストルだろうと日本刀だろうとね、はい、人殺しの道具ですよこれ、いざとなればね、出刃包丁ですら人を殺すことできるんですよ。そんなね、差はないんです。我々がもう一回あの言いますけどね、あの日本人が一番おとなしいんです。平和的な平和一番望んでる国、縄文時代を見ればね、1万年も争いがない時代をね、あの続けてきた、これ世界にないんですよこれ。でこういうような民族がね、戦わなきゃ立ち上がらなきゃいけないってことは、あの結局そういう波切ってね、あの攻めてくるわけですよ。あの我々の国は国民はあの大変あの民族的にもあの平和を求める穏やかな国民だと思います。我慢強い国民だと思います。で最近は臆病っていうのも入りましたけどね、あの刷り込みでね、ただでも私たちがちゃんと考えなきゃいけないのは、いざとなったら私たちの祖先は常に戦って国の独立を守ってきた、聖徳太子の日出ずる国の天使を、ね、遣隋使を送って日沈むところの天使つつがなきやと堂々とやって激怒したっていうね、隋の容態がね、というようなことを含めて、力がなくても誇りだけはきちんと持って独立を保ってきた、このことを考えるとですね、今、皆さん保守という人たち、それからあのいう人たちが口先だけの人間であってね、あの核兵器の核武装も言えないようなあのものがね、やっぱりダメだっていうね、やっぱり少なくとも考えようぐらいのことまでね、あの言わなきゃいけないと思いますね。もう
国民がこれ一致して、原発の再稼働っていうのも核の問題なんですよ。これは一つのエネルギーとしてね、もちろん放射能が危険だとかね、核は危険だっていう人いますけどもね、危険なことだったらいくらでもやってるわけで、車に乗ったってぶつかるんですよ、飛行機乗ったって落ちるんですよ、ね、我々のところでこう街歩いてたって急に狂った人がね、包丁振りますってことは目の当たりにいろいろ見てるじゃないですか。そういう中で私たちはより安全なね、多くの人が知らないそういうもののために電気料金が今 20% 以上上がってるんですね、電気ガスが、はい、こういう中で原発の再稼働っていうのは具体的な生活を守るためにもね、あるいはもっと言えば安定的な産業、電気が安定的に安く供給されなければ日本の企業は戻ってきません、海外から。円安だから戻るがいいっつったって電気がまともにできない、ソーラーパネルやって中国からたくさん輸入します、上海電力にお願いしますって言ってるような大阪みたいなことやってたら我々の国は立ち直らないんです。でこういう当たり前のことを当たり前にやっていく、それは何が私がね総目的ということを言うかというと、庶民は知ってるってことです。飯を具体的に食ってる、お金払って食べてる、子供育ててる、教育費をやってるね、電気ガスで高くなったな、こういうことが分かってる人たちなんですよ。そういう人たちが一番ね、もう情報がこうちゃんと共有できるようになればいざとなったら立ち上がりますよ。でもう最初から臆病な腰抜けは、腰抜けって馬鹿にしてるわけじゃないけど、腰抜けも守らなきゃいけないと思う。もう逃げるっつってやつも守るのが我々の国ですよ、日本。なぜかっていうと、お年寄りとかもう体に障害持ってる方とかそういうものは具体的に叩かれない、じゃあそれはもう見捨てていいのか、そうじゃないでしょと。だから根性なしの臆病者だって我々は守るってことですよ、そいつの命を守るためにね。これが日本です。これでそれができるのは日本の庶民、そう思う腐れるしか私はいないと思います。財界も政治家ももう持ってるものがたくさんありすぎて、ね、今の現状維持に、ね、あれになってる。昨日ちょっと討論やりまして、なんか 今の生放送ですけど、昨日の夜19時からやってね、はい、2時間50分ぐらい、2時間45分ぐらいやったのかな、結構長く、あ、3時間か、3時間45分ぐらいやったと思う、長くなりましたけどね、はい、なんかアクセスは大変良くてね、7万1000ぐらい今の時点でね、もうそんなに1日も経ってないのにね、それは見ていただいて大変良かった。でこれはどういうことかっていうとね、いろんな意味で今回いろんな主張するグループ、ね、はい、の人たちの話を聞いてみようと、うん、で一つの狙いは、まあ、ちょっともっと他にもやりたかったんですけど、皇室国防、ね、中国問題、尖閣諸島に来たらどうするっていうね、いうことなんですけど、実はねいろいろ昔10年、もう15年ぐらい前からもう初期の頃ね、はい、討論で極左の人たち、いわゆる共産主義者同盟、赤軍派とかね、はい、まあ、そういう議長とかね、なんかなんとか共産党、共産主義者同盟、何戦記派とかね、というそういうリーダーたちね、かつての68年、あとはもうパンタさんっていうのかな、頭脳警察っていうね、ロックグループの、この人も局者の人だけど、パンタさんとか、はい、全部呼んでこちらはこちらのうちのキャスターたちね、遠藤さんとかもう亡くなっちゃったけどね、こういう人たちがずらっとなんで、うん、保守対あれっていうね、局者っていうね、で、いろいろ日本をどうも世界をどうもってやったことあるんですよ、はい、でうちは固いようでね、あれですけど意外とね、懐深くやってるんだけど、うん、来てね、何が面白かったか、私が最後の狙いはいろんな理屈を言うわけですよ、日本は日本の帝国主義とかね、素敵なあれはダメだとかどうだこうだ、こっちも言うね、こっちもって、でもじゃあこれ今中国でも何でもいいと、北朝鮮でもロシアでも日本に侵攻してきたらあなたどうするんだって、この極左の人に聞いた、はい、うっ、何万歳してもうあれ参ったするのかって言ったら、いやそんなことない、戦う、戦う、いいですね、どうするんですかって、
ね、銃はどうするん、いやゲリラ的にあの地下に潜って戦うんだって、銃がなきゃどうするんですか、竹槍でもやってやるんですかって、みんな殺されちゃいますよって、ね、そういう無責任なことやって、そんな国のね国民の命を丸ごと語られるのかと、答えられないんですよ、あの極左は、極左っていうか左翼全部そうですけどね、だから困っちゃったんですよ社民党とか立憲民主党は、ね、だって憲法9条の精神でしょ、九条じゃない憲法のね、日本国憲法の精神だから、うん、諸国民の良き心にね、あの、ね、平和を希求する諸国民の真偽に期待してっていうね、つまりみんないい人だからきっと悪いことしないよと、やけどウクライナ見たらもうね、うん、あのロシアもウクライナもファシスト対民族、ね、ロシアがね侵攻してね、うん、ぐちゃぐちゃじゃないですか、うん、泥沼ですよ。で今国際武器商人は本当に儲かってますよ、ウクライナを、まあ、ショーウインドにして、あの各国は今あの軍備拡張をねやるためにこれやってますでしょ、もうみんな予算組んでますよ、ドイツだって13兆をやる、日本だっておっとり刀でね、パーセント 2% に GDP の 2% にするって、これじゃあ日本の国産の兵器を作るのかって作りません、アメリカの武器買うんですよ。それから今言ったバルト三国や東欧諸国ね、こういうところ今 NATO に加盟してるでしょ、うん、で何が今起きてるかというと、ソ連製のかつての衛星国だった時代のソ連製の兵器体系から全部欧米系のあのね兵器体系に変わるこんなマーケティングのマーケットとしてはこんな大儲け、国際武器商人、それをまして目の前でドンパチやってもらってる、ショーウインドでハイマースとかなんかみんな見てる、おみんな乗っかってね、もうこれ大変だ大変だ、ほら大変だろ、みんなちゃんと武器持たないとね大変だぞってやってるわけですよ、これが現実ですよ。それから石油止めるね、ロシアはね止めて困ったのはドイツですよね。で高い天然ガスや石油買わなきゃいけない、今どうしてますか、困っちゃってるでしょ、はい、で原発 の廃止をするって言ったら2つも継続するとは言い出してる、つまり誰が得してるって言ったらエネルギーメジャーなんですよ、でロシアだって そんな石油下がってませんから ね逆にあのすごく下がってあの行くところがなくなっちゃって困るだろうって言ったらとんでもない、インドとか中国とかみんな喜んで安いの買ってる、日本だけがねバカなことやってね、まあ、今日もバカな国連演説を岸田さんがやってましたけどね、わざわざねトラブルを起こすって次のことを考えないで格好だけつけてるんですよ、もうまさにあの岸田政権の真骨頂っていうかな、あの本音が出てました、ね、国連中心主義ね、平和を求める核の廃絶、これあの社民党の泉田さんが、ね、演説しても全然おかしくないあれですよ、こういうね、あのだからさっき言ったように読売と産経読売という、まあ、保守と言われるところから朝日やね毎日とこれみんな同じ穴の無地なんです、これただ表現がちょっと違ってるだけで、さっきちょっと話戻りますけど、極左の人たちがやって赤軍派とかそういうの言ったら、いやゲリラで戦うとかね、あのそんなこと言って結局じゃあ何、結局守れないじゃないかと、あんた自分のことだけ言ってるだけだろうと、一般の国民はね、それこそウイグルやねチベットみたいに虫けらのことで何百人も殺されるよと、どうするんだって言われたらもう答えられない、戦うしかない、戦うならちゃんとね向こうに対抗できるだけの兵器やシステムをね作らなきゃダメだろうって言うと、でその最後にもう塩見っていうあの自称日本のレーニンと言ってたその赤軍派のね議長の人は、水島さん今日はちょっとな分かったけど次はもう完全にやるからなって言ってね、あの負けないからなってなんか笑っちゃってる、みんな笑い出して時代劇の悪党みたいで、ね、覚えてる覚えてるってやっと去ってくって、でまた挑戦してきたの。
でもう一回やったんですよ。でもうこっちの本州の遠藤さんはじめいろんな人たちはもうやめもうしょうがないからあんなのやったって言って、でもやったんです。でまた破られたら、そしたら今度はその塩見さんがね、それ彼が向こう側の人集めのプロデューサーやって、いや場所が悪いと、ここここですよ、場所が悪い、場所が悪いから今度は新宿のね、うちのやさで、やさって言ったのね、自分の人でやると。何かって言ったら新宿のロフトっていう、あのちょっとそういうイベントやったりね、飲んだりする場所あるんですよ、はい、そのロフトでやりたいと。もうもう2回で十分って言ったんだけどまあせっかくならね、卑怯だっていうのも嫌だから、でその行ってね、でやったんですよ、まだ3回、最後の3回目、それみんなやってね、今度はあのその最悪の、まあ、私から言うと嘘をつくおじいちゃんがね、一人きり今日はこういう新しいやつね、で周りの観客席はまあ我々がアウェーだから、はい、そういう左翼系の人はずらんだなんて、こんなことねやって、始まったので、討論やったらまた論破されてね、向こうがね、で今度はそれ、じゃあおじいちゃん話してくださいって言ったら、私はあの戦地へ行ってね、あの人肉を食べたんだとか言われる、それで、ね、そういう戦争はダメなんだとか言って言われると、最後の人たちはみんな、へえ、そんなことがやらなきゃいけなかったのかとか、ね、でこちらの側は、それがどうした、あんた、なんでそんなものやるんだと、ね、それがどうしたんだっていうね、あのどうしても、ね、植えるような状態になればね、そういうことだと起こる、アンデスの生産もあるしね、それは一概に簡単に、ね、戦争の戦術っていうのはあれだろうと。でいざとね、そこだって誰だってそれは罪じゃないでしょうとって言われると、じいちゃんね、でそれ嘘なんですよ、はっきり言うと、あのでどういうことかっていうと、歩いて行ったらみんなでなんか肉みたいなものを食べながら、みんながゲラゲラ笑いながらに、なんか肉みたいな焼いたものを食ってたと、あれは人間の肉だったとかね、あの足が切られたものがね、向こうに死体があったとか言ってね、でそれでみんなね、みんなうわそんな悲惨なことを日本軍はひどいことやったの、現地の人のねっていうようなことをやりたかったわけだ、こちらは冷静に、本当にそうなのかなんだかって、あなたどうしてなんてそんなやめろと言わなかったんだとかね、まあこういう状態でやるんで、具体的にじゃあ攻めてこられた時何ができるかってこと言えないんですよ、やっぱりね、あの日本国憲法のあれは何が前提かというとね、あの平和を希求する諸国民って、我々の周りにその平和を希求する諸国民が、中国そうですか、北朝鮮そうですか、韓国そうですか、ロシアそうですか、アメリカそうですか、全部戦争やってるじゃないですか。そうですね。ね、平和を希求する諸国民っていないですよと、みんな核持って脅かしてるでしょ、はい、ということを言うと、あのはっきり出てくるんです、これ、あの左翼の本質っていうね。で、あの平和を希求する諸国民の中の一番、まあ、あえて言えば我々日本国民はそうですよ、いい国民ですよ、本当に平和を望んでる、みんなと仲良くやりたいっていうようなことはあるから、他の国民がそうだということは違う、ね、まあ、結局その大東亜戦争だってそういう国民性の違いの中でね、戦争に引きずり込まれたということが現実のところで あるんでね、まあ、あの今回この読売新聞の記事ね、はい、見て皆さんそう思っていただくといいと思います、うん、あのやっぱり具体的な論をやるとはっきりしてくるっていうね、うん、あのいう問題ですね。それとあの今日のタイトルですけどね、はいはい、本物保守を見分ける、あの一番分かりやすいのはあのこういうことだと思います。まずあの皇室の問題をきちっと言えることですね、はい、あの別にいいんですよ、あの、ちょっと分からないとかね、あんまり勉強してないっていう、あの昨日もあの、ね、そういう人ね、トギさん、女性トギさんいたけど、すごい誠実な人だったけどね、まあ、それはいいんです、それで、あの女性でなんでダメなのかよく分かんない、でもそれは学ばなきゃ分かんないです、これね、で一般の人たちはそうですから、あのなんで愛子さまじゃダメなのとかね、いう素朴なものはあると思う。ただ今言ったように本当に日本 の国体、まあ、ある意味で言うと天皇あるいは皇室を中心としたいわゆる時間軸と空間軸の共同体ですね、一種の
こういうもの国体と言っていいと思いますけども、こういうものを守る伝統や文化も含めてね、こういうものを意識してる、人はそういうことは男系男子、そして一番の戦後レジウムの脱却の一番の問題は憲法改正だけじゃないんですよ。憲法改正よりもむしろ私は大事ぐらいに思っているのは三宅の復活です。憲法が今のままでもいいけど、三宅の復活は一番ね、2600年80年以上のね歴史を持った日本の一番根幹であります。 GHQ がそれを廃絶したわけでね、これを取り戻すってことは今我々にできるんですよ。自主憲法制定とか核武装とか我々ずっと言ってるけど、それ以前にそれをやることによって私たちの国はもう一度本来の神武天皇以来の先祖とつながった日本を取り戻すことができる。この男系男子ということ、これを男系だなんだといい加減に言ったりね、愛子さまも女性天皇も昔いたからいいだろうって、それは不勉強というよりもむしろ女系天皇に持っていくため の、 左翼たちが考えたのはそれなんですね。で、文春やあるいは新潮あるいは、女性自身とかね、こういう人たちが愛子内親王で豊臣宮で、内親王殿下のねこれ持ち上げて、秋篠宮皇嗣殿下ご一家ですね、やたらと誹謗中傷をする、こういうものは皆さん何だと思います？それからうちにも前出てたね、元共産党で今参政党のね、ブレーンみたいになってる篠原長一郎さん、これはどれだけ秋篠宮家をね叩きまくってるか、あることないことって申し訳ないけどね。だから私は今言ったようにこういうね皇室の問題を見て本当に、保守なのか、日本の伝統やそういうものを共同体を守っていこうとしてるものか見分けてもらいたいって言ったんだけど、もうなんかね選挙の時もそうだったし後のこともそうなんだけど、参政党の批判というね、批判っていう批判なんだけど、やっぱり皇室の問題は日本の根幹に関わってるんで私は言わざるを得ない。あるいは幸福実現党も明快に大統領制言ってたわけです。大統領ってのは権威ですからね。だからいろいろ保守的なことは言ってるけど、幸福の科学の幸福実現党ですね、これも私は批判しました。これは本当保守じゃないと。一番中国が狙ってるのはそこですよ。皇室のことをちゃんと言えないものはやっぱりね、やっぱりこれはきちっとね見分けなきゃいけないということですね。これはもう例えばもう一つ言うと、昨日もちょっと出たし前も出ましたけど、統一教会っていうのはね前から言ってたじゃないですか、これはカルト、変な壺や変なものを売るねカルト宗教っていうことだけじゃないと、本当の本質は謀略情報機関だってことをずっと昔から言ってるんですが、もっと言えばチャンネル桜創立以来我々はなんかこういうのを始めたら、私はねまずこういう保守系のチャンネルを始めたら言われたのは統一教会だろう背後にって ね言われたことあるぐらいですから、全く関係ない。もちろん出演者の方の中にはね統一教会と関わったり講演をしたり原稿を書いたりいろんなことをしてる人いました。それ言われたらね逃亡してった人もいます、ただ私は今言ったように謀略情報機関で、これは CIA、KCIA、韓国、コリアね CIA と、つまりアメリカの謀略情報機関の CIA や、ね、あるいはそれだけじゃないんですよ。ここ一番のものは昨日もちょっと言いましたけども、中国の統一戦線工作部、中国の謀略情報機関、7、8年前だったか、中国ね対外謀略情報工作、3000数百億円、でも今はもう1兆円超えてるんじゃないかなと思いますね。つまり戦わずして勝つ、こういうやり方でたくさんの留学生や教授とかいうものを送り込む、日本にね情報を取る、あるいは自分の仲間を垂らし込む、その結果今見てください、自民党は3分の2以上が親中派の議員じゃないですか。首相も日中友好ね、協会の会長、広島県のね今の岸田さんで、 林に至ってはね、吉政かに至っては日中友好議連の会長やってたんですよ、外務大臣になる前に。もうだからいかに
岸田内閣がね、微中心中のね、だから我々はこれダメだって言ってるんですよ。退陣させなきゃいけないと言ってるのはそういうことでね、中国に対して今回は日中友好50周年というのを言いますけど、これは本当に我々がもう明快にこれはダメだと、失敗だったとはっきり言わなきゃいけない。で今言ったように中国は間違いなくいずれは、まあ、一番可能性11月12月高いところありますけど、台湾侵攻の前にね、尖閣を占領するでしょう。あのいわゆる軍事侵攻というよりも民間の武装漁船とかね使ってやると思いますけども、こういうことが起きた時我々が今問われてるんですよ。昨日もちょっと出ました、戦わなきゃいけないです。これでもそのね、問題を言うと国連中心主義とかなんか言ってるでしょ。で、安全保障理事国になりたいとかね、国連改革とか岸田さん言ってますけど、命がけで世界の平和とか安全保障を守るためにね、やるような根性も軍隊も核武装の彼女も言えないようなね、全部核武装してるでしょ国戦、あの常任理事国はね。こういうことを考えたときそんな核も根性もないし、外交というのは軍事力がベースになってる、軍事力のない外交なんかありえないってことだから、いや僕にはアメリカの軍事力があるって、だからあんたはエマニュエル総督の第一秘書と言われるんだと。エマニュエルさんというのは日本大使のことですけどね。こういうことなんですよ。なんか聞いててね、もう僕は暗殺しないでくださいねって言ってるようなもんですよ、ね、僕本当にいいこと聞くでしょと。 GHQ の理想の姿を僕は今皆さんに言ってます。僕は暗殺しないで、ね、戦後レジーム脱却なんかいうやつは抹殺してもいいから僕はやめてねって、これですよ正直言うと、うん、というねことが、あの今これ言わなきゃいけないっていうねことです。でだから今言ったように高騰の問題、きちっとなんていうんですか、皇室、それも三宅の復活言えなきゃダメです。男系男子だけじゃダメです。で女性天皇がいたというのはこういうのは理屈にすぎませんから、もっと言えば愛子様のことを大変ね、あの私様って言わないんだ、あの年の宮愛子内親王と言いますけど、その内親王のね、あのもう大人になられて、立派に大人になられたけどご結婚ってなるじゃないですか、はい、じゃあ誰と結婚するね、それはご当人のいろいろ思いもある、そういうことですよ。でこの方が生まれてね、もし天皇に強引にもう天般にも何もないようなことをやるなら、そういうふうに皆さん文春や新潮週刊情勢ね、こういうことをやるようにやっちゃったら、じゃあこの結婚となって子供生まれたらどうなるんですかって、全く違う、もう高等断絶の流れがな、高等断絶の別の家系が生まれるわけです。お子様とね、あのお子様はね、そのもし結婚なさるなら、天皇になられるならば永久にもう子供作らない、一代で終わるという、そういう形ならいいですけど、そんなことを年の宮内親王殿下に言えますかと。だから三宅の復活しなきゃいけないんですよ、というようなことがまあ言えるんで、この皇室の問題ですね、高等の問題一番まず大事だと思います。それから本当に守るつもりだったら、子供の未来を守るつもりだったら、核武装を堂々と言えるかどうかことですね。あとエネルギーの問題で言ったらね、あの原発再稼働っていうのはそういうことなんですよ。自力で海上封鎖されても、道を閉ざされても電気やそういうものは使えるようにする、これも我々はやらなきゃいけない。もちろん自然エネルギーやいろんなものを使うのはあるけど、まあ、太陽光パネルなんて9割が中国じゃないですか。ウイグルで作ってるんですよ、強制労働 でこんなものをじゃあ止められたらどうしますね。で10年以内に全部壊れる、カドミウムやセリウムとかいろいろね、あ危ないものたくさん入ってます、うん、猛毒物質が。それを小池都知事は東京都の新しい新規の住宅の屋根にはこれを入れなきゃいけない、本当にねバカかというね、でいうようなこともあるわけです、ね、今言ったように本物の保守っていうのはね、一番の国民を愛する、一番本当の国民の命、子供の命を守る
ことがまず一番大事だと思います。そのためのエネルギー政策、エネルギーの自立、これは原発再稼働ですよ、これね。それからもう一つ言うと食料安保、今どんどん減反させたりもう全部やってね、農業を滅ぼそうとしてる。どんなことがあってもね、海上封鎖されても普段はいいですよ、あっちから輸入してこっちから、うん、でも最低限国民が飢えないための食料をどんなことがあっても確保するのが政府の役割です。これだから今言ったように安倍政権がやったこと、種苗法、種子法ね、もう常に全部今食料メジャー、バイエル、まあモンサントってのは吸収されましたけど、こういうメジャーが種苗、つまり苗とかね、種を管理するようになって買わなきゃいけない毎年。こんなことを許したのは、で我々は農業試験場みたいになって自分たちでずっと作ってきたんですよ、米も農林南郷とかね、こういう努力を全部吹っ飛ばしたのは今の自民党政権なんです。安倍さんも入ってます、小泉からずっと始まってね。だから自民党がいいとかなんとかいうのもやめましょうと、日本というのを中心に物事を考えましょう。日本の食料事情はどうなんだ、安保は、あるいはもっと言えば経済安保はどうなんだ。これね、この間平井さん来てもらって明快に言ってくれましたけど、企業がどんどん売られてる、売ってるのが岸田内閣、経済安保でしょ、食料安保、エネルギー安保、これ全部頼ってるでしょ、はい、ね。それでウクライナが起きて得してるのは、石油がね上がって天然ガスが途絶えて、みんなピーピー言って、今電気代とかそういうの、水道代とか電気代とか少なくとも、まあ全国ちょ微妙に違いますけど、大体2割から2割5分上がってるんですよ。こんなのってありますかという。ウイルスとあれのせいにしちゃってね、ウクライナのせいにしてるけど、自分でちゃんとやってれば大丈夫ですよ。原発再稼働すれば全部下がりますよ、これ。だからつまり食料、経済安保ね、それから今言ったようにエネルギー安保、軍事、全部人に頼ってる、主権国家じゃないでしょとね。人のいいっていうけどね、人のいいバカですよ、悪いけど、あの政治家たちは。それから全部我々の先人たちが築き上げた企業ですね、日本の企業そのものも中国に持ってって、中国で14億だ15億だのね、マーケットが大事だってことで、金儲けをもっと欲しい、もっと欲しいってガツガツやったおかげ、騙されて引きずり込まれて、もう逃げることもできないぐらいされてしまった。日本の産業は空洞化した。だから我々はもう諸教を頼むに足らず、諸公を頼むに足らずと、政治家も財界も官僚もね、教育もマスメディアも頼むに足らない、この上は草莽の民を糾合してと、あこれ違うか、命もいらずですね、これはやるしかないというね、もう一回この原点に戻ろうと思ってるわけです。そういうためにね、今日その見分け方を言ってるのはそこです、うん、この今言った食料経済安保、これ消費税ゼロとかそういうことを言える財政積極政策を取れるやつかどうか、全部簡単に見分ける方法がありますから。まあ、昨日はちょっとね、3時間50分ぐらい行ったけど、ちょっとそこまで届かなかったんでね、皆さんにね、こういうのやってみるとすごくわかる、うん、そうですね、うん、まあ、最悪の一番困るのは理想論は語れるけどもね、平和は素晴らしいって、それは素晴らしいですよ、あれは、はい、ね、平和は素晴らしい、みんなで仲良く暮らしていく、人を憎まない、みんないいとこある、その通りですよ。私も一応全部ディストで神道のねあれですから、でも悪いこともあるということをちゃんと、それから日本民族とはまた違う世界観やね、価値観を持った人たちが世界中にいるっていうね、これがグローバル社会ですよ、グローバリズムじゃないですよ、ということをやっぱりやるとき一番大事なのは、この我々の優しい心やねものをちゃんと踏まえて、でも他の人は世界は腹黒いよということも理解するぐらいの頭を持ちましょうよと。それは現場で戦っている人たちが一番わかる、現場で暮らして生活している人たち、簡単にお金が稼げないとかね、いろんなことやって嫌な思いも知らんやってても分かるって。私もね、ずっとそうだったけど、
脚本監督とがったんですよ。それは嫌だから自分で企画して脚本書いて企画を演出もやるプロデュースもやる、こういうの後半になりました。でも随分ね、あの雇われとしての脚本家ね、あのあんまりちょっともうバラしたくないからあれだけど、どうしても嫌な時は私水島って名前つかなかったんです。へー、いやもうたんすんごい単純なバカみたいなね、アイドル番組 の、 あのドラマっぽいものをやるとかね、そういうのあるんですよ、はい、さすがにね私の名前はでもこういうのもやらなきゃいけないし、ペンネームでじゃあペンネーム、ね、とかね、それとかやっぱりそういうあのなんていうんですか、あのそれぞれのね、あのもので言うと嫌なことだってやらなきゃいけないです、人間は。だってまあいろいろ自由にね物書きやってると思うけど、だって嫌な仕事だってやるでしょ。こんなのやりたくないわと思いながらね、はい、好きなこと書いてればいいってもんじゃないですからね。ないんですよ、その裏側にはもういろんな嫌な作業がいっぱいありますから。そう、はい、そういうものだって引き受けて、やっぱりそれはあのやっぱり、生きていくためにもねやっぱり必要だし、またそれが自分のねあの、うん、勉強にもなる時もあるという、そうですね、そういう思いもあるから、私も随分たくさんやってますよ、あのいろんな仕事をね、はい、ただあのやってないのはいわゆるポルノというかね、LV とかそういう類のものは一切やってませんけどね、まあ、そこまでやることはないって、ね、あのいやあの TBS のねあの、なんですか、あのエロチックコメディっていうね、はい、高田純次のあれとかね、そういうのはいろいろ作ってますよ。で結構評判良かったんですね。高田純次さんいいですね、うん、というだから高田純次さんともすごい 仲良くなってね、うん、別の番組に特別に来てもらったりね、フィリピンとかね、うん、まあそういうねことあるしね、はい、いろんな経験することは全然悪くないんで、ただそれを分かった上でやらないと頭でっかちでね、急に国政行って、ね、議員になってこんな連中に期待することはできないですよ。本当に、ね、生活するためにね、子供のためにね、明日ね本当に お金ご飯食べさせられないお母さんだってたくさんいるでしょう。そういう時ねやっぱりそういう人たちの思いがあった時ね、やっぱり草木空気ってなると思います。私はだから庶民がバカだから教育しなきゃいけない、分かればみんな立ってくれるって、そういう甘い考えしてないから、あの生活の中で苦い、ね、涙や、ね、そういうものを流したことのある人、恋に涙流してもいいんですよ、失恋でね涙流してもいいけど、そういう人のこう涙を一回泣いたことがある、だから皆さんもちょっと余計なあのおっさんのあれになるけど、あのやっぱりね一回いろんなことで、あの1回でもいいから2回でも3回でもいいから、あの恋で涙を流したがる女性の方が素敵ですよ、本当に。もう真っ正面のね、素直なもう生まれたてのあれみたいなのもまた立派な、あのいいとても素敵な清潔で素晴らしいけども、やっぱり1回泣いたぐらいのことあってね、もう死んでやろうかいって思ったぐらいの女性はまた素敵ですよ、みんな、うん、ということもあるんでね、はい、経験というものをプラスにできるかどうかね。そうですね、はい、というようなことで、我々がその本物の星っていうのはそういうことなんですよ。あの暮らしとか命とかそういうものの中にね、うん、根ざした上で、あの本当にあの子供を守りたいとか国を守りたいというのが出てくると思います。特攻隊員がまさにそうだったですからね、このことの我々あの末裔であるということも誇り持っていいと思うし、うん、それをつなげていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。あの口頭のことで、ね、ちゃんと言えない曖昧な、だからこれね批判だということ言われるけど、私はこれあの本物のね保守っていうか保守って言わなくてもいいけども、口頭のことをちゃんと言えないあの政党はやっぱり批判してるんです。あの幸福実現党の天皇論というよりむしろ大統領制という原資をね別の人に持ってくるということは、これはもう完全にそんな保守じゃないと思ってる。それからまあこれもまた言うとすぐ言われるけど、参政党のね党首がかつて愛子内親王殿下を天皇にとか言って、それからまあ本間さんとの議論ね、党首討論の時も男系しか言えなかったね、あのじゃなくて男系男子で翌日また変えたみたい、変えたけど三宅の復活は言えない、だって愛子様がいいって言ってるんだから、
でそれからその同じ仲間がボードメンバーであって、ね、今もそのしっかりとその党のね下支えをしている篠原長一郎さんっていう人が実はね、まあ、元共産党の人で彼は別に転向してるわけじゃないですよ。私は毛沢東支持者だと思ってますけど、あのこの人が散々秋篠宮家のね批判をやってるでしょ。もう清朝文春週刊女性以上にやってる。これを見た時このグループの人たちねが本当のあれかっていうと、あの皇室に対する反皇室、こういうことやってたから私はやっぱり批判せざるを得なかったですよ。まあいろんな人がいるっていうねいうこと、それから反原発でもあったですよね、うん、核武装とかそういうのもあのこれも言えなかった。だから そういう意味で私たちは全然一緒だ一緒だってね、言われてたから、ね、違いますとか全然根本的に違いますって言った。別にあの違うのは構わないですよ、それやってもらえばいいし、ね、もう違うことって言ったらもうお金の量も何も全然違うから、我々はそういう中で自分たちの中でやって、まあ、18万9千票ぐらいしか取れなかったと、うん、いうことは痛苦に悼んでるけど、でもそれだけいたという大きな誇りがある。コアの人たちが20万人近くいたと、うん、もっとやればもっとあれになるだろう。私は今度先頭に立ってあの今度ね国盛り運動をやっぱりもう一回再興していく、あのゼロから新しい地平を切り開いていくということをやりたいと思ってますけどね、うん、だから今、まあ、討論でもいろんな人出てもらって面白かったと思いますよ、うん、みんないろいろ特徴があってね、あのあえて一人一人コメントしませんけどね、うん、あの大変みんな和気あいあいと最後ね、いろんなキャラクターがあると面白いね。あのN国のねあれもそうだしね、立花君も大変面白いしね、あのまあごぼうの党のあれなんだろうね、奥野さんもね、あの人はやっぱり完全にそういう意味ではあの我々とは全く違う立場だけどね、まあ真面目に考えようとしてるっていうね、いうこともあるだろうと思います。あのちゃんと見分けてくださいね。あえて私はいろんなことは言いませんけどね、あのいろんな あともう一つはあの中国ですね、はい、中国に対してどういう姿勢を持てるか、ジェノサイドとかね、みんなあの、まあ、ちょっとあのそれは奥野さんに対して言ったのは、奥野さん日本人はすごくいい人だって分かると、でも大人にいる、ね、中国や、ね、そういう人たちは大量虐殺やったりね、臓器売買やったりね、あの朝鮮半島もシナ大陸もね、そんなあのいいことやってるわけじゃありませんよと。我々が日本人がいいから他の人たちもみんないい人とは限らない。それから日本人の中にもあの日本を裏切る人たちが多数親中派とか、ね、いるわけですよ。で今言ったようにその統一教会が今言ったのははっきり言うと古い統一教会は CIA です、オンリーが。でもその後になってきたら中国が入ってきて分派してるでしょ、それから中国が入ってきてます。あのアイヌ教会にね、菅さんが一緒にやってウポポイを作ったアイヌ教会の主要メンバーが日本地質層研究会の創立メンバー、ほとんどこういう現実ね。でそこがどこからお金出てるかといったら中国から流れてると、対外工作費としてその流れてる。あの CIA だけが活躍してるわけじゃないですよ日本で、自民党の中には中国派のものすごいたくさんの人が、ね、日中友好議連なんて作って会長やってる人が外務大臣やってるんですよ、ね、それとバイデン政権はバイデンハンターバイデンあるいはご当時の大統領も含めて中国とべったりいろんなものつなビジネスでつながってる。こういうことも見なきゃいけないから、さっき言ったように同じ穴のムジナだから気をつけましょうと。そして、アメリカも中国も、まあ、その背景にいる支配者たちは日本や台湾や朝鮮半島あるいはそういうものを平和に置いときたい、穏やかにしときたいなんて全く思ってません。ウクライナを見たらエネルギーメジャーも、ね、医療関係者見てください、この そのワクチンの大儲けぶり、そうですね、次々に、ね、昔あのワープロであの新しいバージョンでね、あのこういう小さいあのあれからだん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 広がってこういうふうになっちゃったように、どん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 ウイルスが新しいので、当たり前ですよウイルスってのはどんどん変異するから、でそれにはい次の
あれ次のおちゅうちゃってねでやってる、これはもう永久商売、世界中でこれをねやることができるようになってた、ね、そういうようなことがもうこれ気をつけながら言ってますからね今ね、あのだから あれというふうに私が言いますから、あれはちょっと気をつけなきゃいけないね。であれは子供にはちょっとやめた方がいいんじゃないかって、これははっきり言いたいと思うんですけどね、あれはやめた方がいい、子供にはね、子供がにお酒を飲ませちゃいけないあれかもわかんないですけどね、はい、あれかもしれない、そうというようなことも含めてね、今言った本物のねものっていうのが出てくるんですよ。だいたいこういうのが今言った項目ですね、エネルギー安保どうだ、財政出動どうだ、例えば消費税ゼロっていうのを本当に言えるなら消費税 5% でダメなんですよ、消費税ゼロを言えるかどうか、でこういうようなことがあるから選挙の場合はいろんなね自分たちとぶつかるあるいは競合するようなところに対しては批判をせざるを得ないんでね、これはそれに日本人はそれ嫌がるっていうかな、トラブルしたくない、俺見たくないよ喧嘩は、ね、だから電車の中でね誰かが いじめられててもねもう知らんふりすると、うん、とかね、うん、っていうね、いうことが同じようにもうトラブル見たくない関わりたくない、うん、僕はそんなところに自分が全部問われるから、そうですね、ね、そう言われた時本当にそれ見極めなきゃいけないでしょ、どっちが正しいかとか、で我々はそれをあえてやってきたんですよ、19年間、トラブルを起こしてですよ、何にも保守のチャンネルがない時20年ねこれ立ち上げたのはね、そういう意味ではいわゆるまあ、ね、親米とか反米とか言ったってみんなある意味で戦後体制の中の自民党から共産党でしたから、そういう中に違うぞという日本の自立派独立ね日本を主語としたそういう運動をしなきゃいけないということで始めたということであります、まあ、そういう中でね、駆け足でいきますけど、一番分かりやすいのは自民党のこの行政改革大臣、行政改革担当省、27日の実施するね安倍晋三、国葬ね、これに対して出席しないと決定過程に問題があるんだった、おいいじゃないか岸田君、この村上という男をクビにしなさいよと、あなたがやって内閣で閣議決定して国葬やったっていうね、それも同じ自民党員で行政改革大臣やってるじゃないですか、クビにしなさいよと、ね、全然根性ないからこれ国連から戻ってきたらどうやるか楽しみにしましょうね皆さん、これ本当にクビにしなきゃいけないですよ、ね、国葬の問題はね反対賛成あることはあるし、ちょっとなんかこう嫌だなと思うけど、蔡英文がねここにほら、これは共同通信かあんまり取れないけど、国葬ちょっと国葬反対のね抗議集会開いたっていうんですよ、代々木公園でね、はい、それで、まあ、主催者によると1万3000人、まあ、この10分の1ぐらいだと思いますけどね、2000人ぐらいだと思いますけども、それでも組合動員して、写真を見るとねみんな同じようなプラカード持ってる、もう規制のあれどんどん印刷しまくったわけですよ、はい、まあ、組合とかこういうのがね、うん、で共産党の志位さんとか、社民党のね福島さんとか登壇したっていうんで、まあ、これはもう、こう共産党系の最悪の集会ですね、いうことがあったということですね、はい、ただね今言った村上さんっていうのはそうだけど、この人は自民党で あれですよ、大臣ですよ、はい、でもう一つは安倍さん の政治とかそういうものに対して反対するねいうことがあるのと同時に、もう一つは暗殺された非業の死を遂げた、おそらく私は警備関係の人間がやったと、まあ、あえて断定するわけじゃありませんけどやってるんじゃないかと、もっとしっかりとこのね安倍暗殺の真相を究明すべきだと思います。警察があまりにもこれ中途半端で早いうちにダビに伏してね大根にしてしまった、でご遺体の、まあ、そういう検証とかその第三者もちゃんとやるべきだしね、やらなきゃいけないですよ。まだまだ全然わからないものがたくさん出てます。最近ちょっとインターネット上にもこれ消されるかわからないけど詳細な写真とかねやって警備関係者じゃないかという主張のね
ものを検証ビデオなんか出てますけどね、私も人に言われて見ましたけど、結構リアルな話ですね。こういうようなこともありますから、ちゃんとね、総理のまあこの非業の死を遂げたことに対して、これせめてもの供養ですよ、本当の真相、これをちゃんとやるの、今永久にもう片付けようとしてますけどね。でこういうような状態がね、あの我々の国に今起きた、これは大変大きなことだと思いますよ。これは歴史的な、あの国葬をやったから歴史的なもんじゃなくて、暗殺そのものが、つまりこういった、まあ、ディープステートっていうか、まあね、こういうこの、あの国や世界を支配しようとしてたちが日本において、つまり物理的な手段、これまでもオバマ大統領は、伊藤寛さんの話を言えば、あの自分の大統領時代ね、2000人 の大統領暗殺令出した、2000名ですよ。でだからどんどんアメリカもやってるわけですよ、ロシアもやってますよ、中国なんかもっとやってますよ、 何百万人もね、あの大量虐殺もやってる。そういう中で安倍さんのこの一つは、ついにこの元総理ね、選挙中に、これはやっぱりもっと我々は重く受け止めなきゃいけないと思います。我々の国の、まあ、民主主義というか、こういうものもやられたしね、あの暴力によって抹殺すれば、そしてこの見てください、マスメディアの沈黙、ネタとしては一番面白いじゃないですか、全然やらないでしょ、朝日新聞から産経新聞まで、いつの間にか統一教会問題で安倍さんが関わってたからって、だからみんな関わってますよ、敗戦離脱者って岸信介とか吉田茂野からはじめ、 GHQ に膝を屈した人間しか力を持たせなかったんですよ。だから自民党がね、あの CIA じゃなくて、あのまあ勝共連合ですね、まあ、統一教会、宗教的に言えば統一教会っていうのは国際勝共連合ですよ、これに関わってたというのはね、当たり前のことで、むしろ GHQ は国際勝共連合とかこういうような組織を使って、その会長とか代表がね、勝共連合の代表が岸さんはじめ、そういうね、民社党のなんとか都知事選出た人とかね、こういう反共の人たちを使って自民党をコントロールしてた、わかりますか皆さん、これすごい大事なことですよ。自民党が統一教会にね、いろいろ頼ってたってみんなそういうふうに言ってるでしょ、違うんですよ、国際勝共連合、あの統一教会の宗教名じゃない方です、国際勝共連合がアメリカの謀略官 CIA 情報機関、これを使って勝共連合が自民党を支配コントロールしてた、首相もそこから選んでる。例えばこれもっと言うと、ずかずか言いますよ、公明党はね、創価学会指導してますか、じゃなくて創価学会がの人たちがある意味で幹部ですよね、この人たちが公明党のあれを支配してるでしょと、創価学会から拒否されて公明党から出馬できないでしょと、ちゃんと皆さんこういう視点、誰も言わないから言いますけど、統一教会、またはもっと言えば国際勝共連合という謀略情報組織が自民党をずっと支配して、首相を、ね、選んだり、あるいはいろんなことをね、あの政策の関与をしたりしてきた。で結局こういう流れの中で中国の問題に、中友好平和条約を結んだ田中角栄は抹殺されたんですよ。ね、まあ、立花さんというね、ジャーナリストを通して、まあ、情報を与えて反田中キャンペーンやってロッキード事件を起こして大騒ぎになって、つまりエネルギーの事実をちょっと目指したんですね、田中さんはエネルギーメジャーに反抗したんですよ。で文字通り抹殺された。でそれを手助けしたのが竹下さんとか小沢一郎でも、そのまた小沢一郎は向こうへくっついてねというような状態になってるわけです。だから今言ったように構造的に言うとね、自民党が縁を切るとかじゃなくて、向こうがコントロールしてるわけでね、向こうがじゃあちょっと白振りしてやるよとかいうことがあるんで、それともう一つは、もう今安倍さんの段階のところではもうそのね、統一教会との
関わりとかいうかコントロールっていうのはね、個人的にはそういうののつながり今あったわけで、179名中121名自民党関係したっていうでしょ。でもね、それだけじゃなくて、あの国際勝共連合あるいは統一教会っていうのはもうそういう力からもう一つ中国共産党の統一戦線工作部、つまり CIA と同じですね、そういう暴力情報機関が日本の中に入り込み、自民党の中に入り込み、二階俊博さんとか河野太郎さんみたいなエージェントをいろいろ、もっと言えば菅義偉さんもそうだし、両方ともやってるわけですよ。菅さんは向こうのディープステートに挨拶に行く、こういうようなことを実際はね行ってきたんで、簡単にこの週刊誌やね、ね、主に騙されないようにしてくださいって、ちょっと時間がなくなったんでね、また明日これちょっと続きやりたいと思いますけど、はい、それともう一つ最後にこれだけやっていきましょう。ザクザク、あの産経新聞系のね、スクープ最前線ね、核テロか亡命か、急訴ネコモカムのね、急訴、はい、プーチン大統領狂乱状態に、これねすごいよね、台湾統一を難しくさせたと習近平はプーチンに激怒、盟友から一変首脳会議で何がとか言うのね、これはこれで読み物としては面白いんですよ。ただこれはまあ産経系のものとして、プーチンがね亡命をする、これは望んでるんですよ、希望。それから核テロ、まあつまり小型核爆弾をウクライナで前からずっと言ってるでしょ、最後はプーチンにそれ使わせたい、ね、こういうようなことを、まあ、やってる、ね、あのつまりこういう記事というのはあるそのジャーナリストのこれ記事なんですけども、こういうその会社としてのね、いわゆるこのメディアとしてのこれが見えてくる、分析じゃなくて実は希望を述べてる、そういう、それは可能性ありますよ、はい、なんかなればね、なんかどこへ亡命するんだって、ロシアからね、そんなことはしませんよ、ね、しませんけど、そういう噂を振りまきて、もうロシアは混乱の極みでね、もう負けなんだ負けなんだというね、そういう論調を作りたい、日本でもね。それからもう一つは核テロと言ってるけども、あの小型核爆弾もともと使うっつってるんでね、もういざとなったらそれ使うんですよ。そうすると11月のなんていうんですか、あの選挙すごくいいわけですよ。ほらこんなやつと戦ってんだバイデンはとかね、はい、もうこういう形でね、もうウクライナ国民の平和や安全なんてへったくれもないんですこれね、両方とも。こういう現実を我々はもう一回見てね、冷徹に分析していかなきゃいけないっていうことで、保守というのはそういうことですよ。そして一番の問題は、一番の根幹は日本の国民の命を守ること、とりわけ子どもたちの命を守ること、これをベースに我々は何ができるかといった時、軍事、防衛、あの経済安保、ね、エネルギー、食料、そして、農業の問題ね、環境保全とか、こういう問題、メガソーラーもう日本の自然をめちゃくちゃにしちゃってるじゃないですか、山の木を切り倒してね、恐れを、まあ、明治神宮なんかみんなから集めてね、あの寄贈した木ですよ、日本中から、うん、あれを800本切るのを今なんかちょっと減らしたとか言ってるけどね、うん、本当ふざけんじゃないというね、木を切るやつ大嫌いですよこれ、はい、あのいや間伐材をねやる整理のあれならいいけども、どうですかこれ本当、ね、そうですね、なんかあの何でしょう、子供の頃って、うん、世界は助け合いとかそういうふうに教えられてきたのが、うん、なんかやっぱりみんな自分たちの国が大事で、そうそうで、なんかそうですね、現実はそこだもんね、うん、それ見なきゃいけないじゃないですか、自分たちで自分たちを守っていかないといけない、うん、そのなんか生きていく知恵というか、うんうん、なんか今日お話聞いていて思ったんですけど、やっぱりなんかそうなんか例えばその核の話もそうですけど、うん、
じゃあナイフ危ないから包丁料理しちゃいけないとか、うんうんうん、車危ないから車乗っちゃいけないとか、飛行機危ないから飛行機乗らない方がいいとかっていう風になってしまって、うん、でもそれってなんかこう生きていく知恵、うん、がそこでもなんかそうだよ、ね、なくなってしまうし、うん、いやそれと生きていくというとね、はい、ただ昔の狩猟民族、まあ、日本人はまあ農業ね、うん、あれですけど一応狩猟民族として獣も飼ったわけですよ、はい、ところが獣と戦うね、例えばそれこそあの狼でも熊でもね、うん、何でもね、あのバッファローでもそうだけど、うん、それやっぱり銃持ってないけどそういう時代じゃない、うん、あの新石器時代とかね、こういう時は槍とかね、はい、いろんなものしかないじゃないですか、石とかね、こういう中でと自分で命を落とす可能性はすごくあったわけ、うん、でも命をやるためにはそういうふうにやってきてね、やらざるを得ないというね、現実をもっと我々は見た上でね、うん、理想を語らなきゃいけない、はい、いうことですね。で理想を語る中で一つ一番現実を見て分かるのは、日本人の良さはね、中国のものすごい貧しい、100対1くらい日中国交の時はね貧しかったんですよ、うん、中国は。その時我々は援助をして技術をやったりお金をあげて助けてあげれば、うん、彼らはきっと私たちの仲の良い、ね、うん、国民になっていくのは、日中友好というのはアジアのね、あるいは世界の平和のあれになっていくんじゃないかと、うん、中国を民主化していくんじゃないかっていうね。で民主化の天安門事件でモロクも破られたしね、それで、まあ、ファシスト国家ですね、国家資本主義社会、うん、共産党が何でも牛耳るね、こういう強固な帝国を今作ってるわけですよ。でいうことを考えた時ね、私たちの現実っていうものはやっぱり甘いもんじゃないというね、うん、私たちがいい人だから相手もいい人だっていうね、うん、ことじゃない。私ねこれ自分でね、例えばチャンネル桜開いてるじゃないですか、はい、考え方違ってもいいんですよ、私は。違う人いるんだから、キャスターって、うん、みんな違うから、はい、だけどいろんな意味でね、まあ、出ていった去っていったっていうねいうことある時、私は追い出したことはないんですよ、正直言うと、うん、自分で違って水しぶきが歩いて散々非難してね言ってる人はいましたしね、今もいると思いますけどね、これが現実なんですよ。私が一体何をやったんだ、あんたから金取ったか何か脅かしたかって意見が違うことを言ってね、それは違うぞというね、いうことはあります、それは。でもこういうことを見ててもね、これが現実なんですよね。それともう一つは自分のためだに最後は動いちゃう、うちが一番ね言いづらくなる人は自分のことを考えたらと言いづらくなるんです。うちはそういう意味では私利私欲のない状態でねやってますんで、おそらくキャスターの人たち考え方はみんな違うけど、これで金儲けようなんて思うとこはないと思います、うん、うちでは、まあ、多分出演料は一番安いねとこですからね、変な言い方だけど、インターネットテレビの中には本当にお金ないんでね。でもそういう中でも討論でも何でもね、長い時間みんなお付き合いしてくれてね、はい、やってくれるってい いうことがあって、そういうことなんですよ。でね、やっぱりどっかでやっぱり私たちがちょっと無理する、特にその知識人とか文化人とかね言われる人たちはやっぱりそういうところでね無理 しなきゃいけないところは我慢してもらわなきゃいけないところあるんじゃないかと思うんだけどね、やっぱりねそういうものじゃないところでね自分のことを考えるとねそうなってしまうのは、だから私全然ある意味で言うとチャンネルから離れてってね、それこそ後ろ足で砂かけるようなねことをやられても、まあこれはこれで人だろうと思います。それから、日本のことを主語で考えてもらいたいと思いますけどね、口ではそうなんだけど、やっぱり自分がっていうのがねどうしても出てしまうとなかなか難しい。これでなるべくならみんなでね一緒にやれるといいなと思ってますけど、例えば皇室の問題でね女系でもいいって言ったらちょっとこれはできなかったです、できないです。これは日本が全体が国柄変えるようなものに対してはこれはっきり言うと日本の敵だと思ってますから、こういうのはできませんけどね、そういうところを皆さんにご理解いただければなと、まあ、思いますね。
まあ、難しいですね。難しいですね。はい、ということでこういう花のようにね花の命は短くて苦しきことのみ多かれきと、林芙美子でしたかね、これはね。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、今日はいいですね、はい、今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
皇室の稲坂は常に歴史の中心にあります。天長節2月23日、金城陛下は昭和35年2月23日にお生まれになり、御年62歳になられました。11月30日父系男子の正当なる皇位継承者第1位秋篠宮文仁皇嗣殿下、昭和40年11月30日にお生まれになりました。9月6日父系男子の正当なる皇位継承者第2位秋篠宮悠仁親王殿下、平成18年9月6日にお生まれになりました。平安絵巻さながら立皇嗣宣明の儀、天皇皇后両陛下にお言葉を述べられる皇嗣の秋篠宮殿下、神武紀元に発する皇室の稲坂をことほぎ、国民を挙げて大切な日をお祝いいたしましょう。